はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はこちらのロディーブライトデビューガチャを引いていきたいと思います。まあね、このガチャ来てから1週間くらい経っているんですけれども、一応2月の12日まで、ガチャが引けるような形になってますので、多分円卓のサクチャレが終わるまでは引けるような形になっているのかな。まあ、このロディーブライトもね、特攻さんのキャラになってますので、まあ、サクチャレ始まってもし欲しいなと思ったらまだガチャは引けますよという形になっていると思います。あとセーラーココロちゃんが復刻で、ミッキーバーミリオンも復刻してますというところで、あとロディーブライトがね、その何の作品のキャラなのかっていうのはちょっと分かんないんですけれども、詳細を見ていくと当主ですね。で、当主で金徳はど根性か意気揚々の、まあ、どちらかを、選んで取得していく形かな。でまだ使ったことないんで全然わかんないんですけれども、確かね、見たところ球速とスタミナだったっけ、得意練習は2種類持ってたと思います。まあ、一応それでね、円卓のサクチャレで、まあ、投手でやっていくんだったら入れると、ここで得意練習2つ埋まるんで、まあ、なかなかいい感じになるんじゃないかなとは思います。で一応ですね、30連目から50連目までがバナー SR 確定してるんですけれども、まあ、どうしようかな、ちょっと気分でどこまで引くか、決めていきます。まあ、まずは単ガチャからいきましょう。あ、ちょっと待ってね、その前にチケット、そうそうそう、チケットのですね、アニバーサリー S が4枚あるんで、まずこれを消化しちゃいましょう。40連いっちゃいます。ちょっと待ってね、出現日からもう全然わかんねえ。アンドロメダ大西、アンドロメダ嵐丸、あとサキちゃん、新島ちゃん出んのか、ギャネン、パピヨン、アバタくん、ミュちゃん、 PR 大丈夫博士ぞ。まあ、もらえるものはもらっておきましょう。まあ、虹は出るよね。S チケットだからね。これさ、黄色いやつってさ、PR もしや。結構美味しいな。2枚入ってんのはいいね。あれあれなんか出た。パッピー、お前。あとはいつ強化暁が来るかだな。マジか。でもパッピーはちょっとね、50に持ってけないよ。50まで持ってくね、持ってくとね、骨髄べ 90% になるんで、これマジで強化暁で使えるんですけれども、ちょっとパッピーを50に持ってくのは無理なんで、多分置いておく感じかな。 PSR だったらね、育ってる SR の方が結局強いからね、宝の持ち腐れになっちゃう可能性はありますけれども、まあかなり良かったかな。もうお腹いっぱいなんだけど。じゃあ、ロディブライトの方ですね、1回目引いていきましょう。あれ、これなんだっけ、バナーから R 以上だっけ。レア、あれミッキーのレアとか俺持ってなかったんだ。では、次、あ、そっか、ボックス4つは開けてきたんだけど、2つは大丈夫博士像だから2つ開いてるんだね。じゃあ10連目、ここは SR1 枚確定の PR のロディがおまけでついてくると。 PR のロディ以上ではないってことですね。絶対 PR のロディがついてくると。あとはここの SR 枠にかける。バナー確定ではないので、確定ではないんだけど、来たな。なんか、いや、でも、ココロちゃんは欲しい。セーラーココロちゃんは欲しいんだよね。あ、マグロの PR だ。よし。うんうんうん。まあまあまあ。あ、そうだ、こいつおまけか。いや、続けていきます。20連目って何？あ、別に SR が1枚確定してるだけか。まあ、これもやっていきましょう。あれ、虹が出た。頼むぞ。キラーン、来た。マジか。ただね、質によるからね、質。どっちこれ。あ、タルモト、お前が PSR じゃなくてよかった。いや、まだわかんない。地獄の底に叩き落とされるからね。あ、かなでちゃんか。そうそう使わないけどな。まあ、もらっておこう。
どっちかというとタルモと PSR とかだった方がショックだよね。どっちかっていうとね。あ、ミッキーの PR、 あれミッキーの PR も俺持ってないの、ニューになってるけど。俺どうやってさ、報酬だけで俺 SR プラス3まで持ってったの、そういうこと。そう、やっぱりね PSR の確率はなんていうの、その確率公開、出現割合公開されてからやっぱり上がりましたよね。それまでマジで出なかったんで、ちょっと待って、そうセーラー心ちゃんが欲しいんで俺は。あとだから石を取っておきたいっていうのもあるんだよね。もうすぐ明日サクチャレが始まるんで、そうするとサクチャレ応援ガチャがね来ると思うんで、まあ内容次第なんですけれども、ちょっと30連やっときますか。ここはやろう、バナーだから。まあ、ここはじゃあ本当にどなたでもよろしい。まあ、ロディが出たら出たで解放できるし、ココロちゃんは持ってないし、ミッキーも解放できる。うまくいけばミッキーはプラ5にできるけど、うんうんうん、まあ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 ですね。そんな感じで、そうでも今日は日曜なんすよ。日曜でいつもだったらねサクチャレの思想みたいな感じで、まあ、お試しでやってみようっていうのがあるんですけど、なかなか時間が取れなくてね、一応ちょっとサクチャレについて少しだけ触れていきますと、まあ、まずはボーナスとしては、得意練習を5種類以上でマックスで、女の子が4人以上でマックスで、解放ボーナスについてはまあいつも通りと。で特攻イベキャラ1はやっぱり低いんで基本使わない方向ですね。まあ、特攻2と特攻3で組んでいくんですけれども、まあ、デッキの組み方はまあ持ってる野手と投手、まあ、どっちかに絞って、あとはまずはボーナスが最大になるように組んでみる、ボーナスが最大になるように組んでみて、あとはそこからまあ経験点とボーナスをこう調整しながら、まあ、最高マックス点を目指していくというところになりますかね。でそうやって見てみると、女の子を入れるような形で進めていくと多分野手の方がいい。特攻イビキャラ3でホムラちゃん PSR 持ってて、でサンタ、サナちゃんは、投手なんですけれども精神なんで一応野手でも、入れることはできますということで、これで2人で、あとツノちゃんも入れて、これで一応特攻イベキャラ3は3人ですね。でそこから、特攻イベキャラ2に移って、まず二刀流ルナちゃん PSR 持ってるんで、入れます。これ得意練習も2つ稼げますね、変化球と野手の筋力。あとはあと誰入れんだっけ、なんか忘れちゃった。野手だから、あ、振り袖みやびちゃん、振り袖みやびちゃんも SR プラゴなので、まあ、結構火力は出ると思うので、入れます。でさらにそこからこれでね女の子4人と得意練習の数は、大丈夫なんですけれども、一応そこに円卓専用の、モード君、PSR を持ってるので入れていくというような編成で今のところ考えてます。まあ、どーもくんもね、円卓専用キャラなんで、まあ、どっちかっていうと、聖杯イベント用を進めていくためにちょっと入れる感じになるかな。まあ、やっぱりね、円卓は、聖杯イベント進めて、円卓ルスのレベルがどれだけ上がって、どれだけ回収できるかっていうところにかかってくると思いますので、まあ、ちょっとね、そこら辺が難しいところではあるんですけれども、まあ、多分円卓サクチャレの報酬は、ランスロットに。なろうかと思いますので、これはちょっとぜひ手に入れていきたいですね。でしかもランスロットってあれいくつだっけ、35で固有が発生するんだっけ。もう、まあ、最悪1枚確保できればいいとは思うんですけれども、円卓でね、ランスロットは結構使えるので、まあ、ぜひゲットしていきたいところではあると思いますとか言って報酬違ったらねお前何言ってんだって感じになるんですけれども、まあそんなところで、じゃあ今回のね、ガチャはこれで終わりにしたいと思います。でまた明日からね、サクチャレが始まりますので、こちらの方もちょっとやっていきたいと思います。今週なかなかパワープロがね、できる時間がなくて、そもそもねログインボーナスをちょっと2日逃しちゃったんで、まあキノコのね今パワーチャレも来てますけれども、もうキノコはちょっと走れないんで、とりあえず SR1 枚持ってるんでそれでいいかなっていうところではあります。まあそんな感じで、今回の動画はじゃあこれで終了したいと思います。
最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。